はい、ゆるむ星男翔太です。本日もですね、一般的な知られない体の秘密や可能性についてですね、楽しく紹介させていこうと思っております。はい、で本日のテーマなんですけれども、こんなに努力しているのに、なんであんなに努力してないあいつの方がパフォーマンスが高いのかっていうところですね、解説していこうと思っております。私もね、もともとラグビーとか、サッカーとかやってたんで、すごく努力とかかけて努力したり勉強したりとかね、いろいろ頑張ったんですけども、なかなかね追いつきないやつっているんですよね。しかもそんなやつに限って全然努力してなかったりするんですよ。本当に生活態度悪かったりとか、タバコ吸ったりとか、まあ、そんな状態のやつにね、なんで負けなあかんのかって、ね、思って、すごい努力してもなかなか追いつけないわけなんですよ。じゃあなんで努力が足りないのかって、また努力するけどなかなか追いつけない、まあ、なんでなのかっていう感じになってしまうんですけども、そうなってくるともう才能がないからなのかなとかね、もう割り切りとかなっちゃうんですけども、実はそんなことないんですよね。実はそこにはちょっとしたロジックがあります。そのパフォーマンスが追いつかないロジックっていうのがありまして、そこをねぜひとも知っていただくことで、そこをパーンとね追いつきの相手に追いついてパッと追い抜かしていくことができますので、ぜひともね努力しているのになんだかね追いつかないとか、パフォーマンス伸び悩んでるとか、そんな方はねぜひとも今回の動画理解していただけたらと思っております。はい、では始めていきたいと思います。はい、ではいきますね。なんでこんなに努力しているのに、あんなに努力してないあいつのがパフォーマンスが高いのかの理由ですね、やっていきたいと思います。でそもそもなんですけども、このパフォーマンスっていうのはですね、努力かける体の使い方っていうので、まあ、数値として表すことができます。ここで掛け算っていうのが結構なポイントになってきます。なので努力量が0点とか、体の、まあ、どっちかがね点数が低いとガッツリパフォーマンスで引き下がっちゃうっていうのがロジックがあります。で、まあ、こちらからね、例えば才能のみのことっていうのは、実はこの体の使い方っていうのがすごくいいんですよね。まあ、ここがまあいわゆる才能って言われちゃったりするわけなんですけども、この体の使い方が例えば7点だと、努力が、ね、3点しかしなくてもですね、パフォーマンスとしては21点になります。逆に努力量は9点、もう結構目いっぱい努力しまくってでもですね、そもそも体が硬い、体の使い方が下手くそだっていうのがあるとですね、ここは2点だと合計掛け算すると18点にしかならないんですよね。そうすると努力9点なのに努力3点のやつに負けるっていう現象が起こっちゃうわけなんですよね。もう辛いです。もうこっちをね、もう目いっぱいまで、まあ、10点満点中10点まで引き上げたとしてもですね、ここが2点だとですね、こいつがめっちゃ足引っ張っちゃうので、結果ね、まあ、2×10 でも20点しかないですよね。追いつかないですよね、才能だけでやってて努力してないやつに比べると。なんでもう本当にね悔しいんですけども、ここにフォーカスしまくって、ここをフォーカスしないのは非常にもったいないです。もう損なんですよね。ここをちゃんとケアしてあげた、この2点をねちゃんと引き上げる術さえ知ってればですね、あっという間に追いつけるわけなんですよ。例えばこの体の使い方が2点を、ね、3点に引き上げるだけでも3区27になっちゃうので、ここがポンって抜いちゃうわけなんですよ。もうそもそも努力量がねめちゃめちゃ多いですからね、めちゃめちゃ努力量多いんです。なのでこの足引っ張ってるところねちょこっと上げるだけでね、あっという間に引き上げていくことができます。こうやってしまうとね、こっちですね、体の使い方も7点、まあ、例えばこの才能のみのぐらいまでね近づけることができればですね、まあ、努力量が圧倒的にね違いますから、合計するとパフォーマンスも圧倒的に違うということになってきます。で、超一流の選手というのは基本ここです。もうここです。努力するの完璧。で、体の使い方も非常にいい。なので、強烈なパフォーマンスが出るんですよ。なので、あなたがね、もしね、頑張ってここ9点になって、頑張ってやってるんであればですね、ここをね、見逃すのは非常にもったいないですので、この体の使い方のところですね、体の使い方をケアしていただくことで、こっちに行くことができますので、ぜひともね、ここへ少し、見ていただければと思っています。で、ね、この人ですね、この人って実はね、このまま行くんかって言ったら、全然行かないです、正直。はっきり言ってね、この7点も実はね、下がってきます。皆さんね、大人になっていくと体硬くなったりとかね、体の使い方下手くそになってくるんですよね、実は。なので、ここのケアをしてないとですね、才能のみで最初生きてた子もね、まあ、昔言うと、まあ、小さい頃は天才少年と言われた子とかですね、でも伸び悩んでいって、どんどん潰れていく子ってたくさんいるんですけども、まあ、それの一つのヒントとしてはここですね。ここがもともと点数が高いんですけども、下がってくると。ここの点数が下がってきて、結果的にここが5点とか4点とかになっちゃうと、まあ、凡人になっちゃうってことですね。そもそも努力も仕方もわからないので、もうパフォーマンスも全然上がらないってことになっちゃいますので、今ね、あなた努力できてますので、この努力してるのを生かすために、こっちをやることによって、ね、この才能のみのことにも全然勝てるような、もうこっちへ。こっちの、ね、パフォーマンスがガンガン上がるような方に持っていくことができますんでね、ぜひともね、この体の使い方のところを知っていただければと思っております。はい、はい、ということですね。で、体の使い方、じゃあね、どうやって上げたらいいのかっていうとね、まあ、うちの
ホームページのところにね、いろいろ動画とかね、貼ってますので、まあ、そちらの方見ていただいたりとか、まあ、この動画の他の動画とか見ていただいたらね、いろんなところにヒント出してますので、またその辺で、ね、取り入れてやっていただければと思います。本当にね、体の使い方って、まあ、僕も現役の時に知ってたら、めっちゃ教えてほしかったんですけども、そんな教えてくれる人いなかったので、今のね、まあ、これ動画見ていただいてる人にはですね、ぜひとも知っていただいて、ぜひともね、パフォーマンス引き上げてほしいなと思ってます。で、結構ね、できます、正直。そんな難しくないぞ、実際。知らないだけなんですよね、そもそも。教えられたこともないし、やったこともないから、知らないだけなんであって、やればね、結構誰でもできますし、実際、まあ、例えば、9点の10点に上げるってめちゃめちゃ難しいんですけども、2点の3点に上げたり、2点の4点に上げたり、2点の5点ぐらいまでってね、はっきり誰でもできるんですよね。そんな難しいやつ、すごく足引っ張ってるやつを上げるだけなんで、全然できますんでね、ぜひともね、自分の諦めずに、自分の才能ないんじゃないかとかね、諦めずに、絶対あなたにもね、才能とか体の使い方を引き上げることができますので、その努力してるっていう部分をね、しっかり活かして、自分のね、伸びしろをガンガン伸ばすためにもですね、ぜひとも自分を信じて、体の使い方のフォームにね、アプローチしていただければと思っています。はい、応援してます。もう絶対大丈夫ですんでね、もう本当に大丈夫です。もうこれは声を大にして言いたいです。もう諦めずにやってください。で、努力してないやつに負けないでくださいっていうのをね、ぜひとも思いますので、まあ、私自身も努力してる人好きなんでね、応援したいと思いますので、はい、頑張ってやってみてください。はい、ということで、ね、今回はこれで以上にさせていただこうと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。